ウィンチェスターはイングランド南部のハンプシャーにあるシティオブ・ウィンチェスターの主要エリア。ウィンチェスターの街はアングロサクソン時代にイングランドの首都であった。中世から代表的な巡礼地として栄えてきた。歴史的な街の中心にはウィンチェスター大、聖堂、12世紀に建てられたグレートホール、ウィンチェスターカレッジがある地、ハンプシャー州の州都として行政、文化の中心である。 この地域の歴史は、ローマ時代以前に遡ることができ、実際には、鉄器時代の遺跡もある。ローマ時代には、ラベンタ・ベルガーアームという名前であった。ローマ支配の終焉後、白い要塞を意味する、カークイン・ウォック、または、カークイン・ツグの名で呼ばれていたことがわかっている。この名前は、一体が519年に、アングロサクソン人によって征服されると、ウィンターン・シースターに転化した。 ウィンチェスターのアルフレッド大王像ウェセックス王キャドアラガワイト島の王、アトはレドを打ちまかした後の686年頃、ウェセックス古来の首都としてドーチェスター・オン・テムズの後を、ついで歴史的重要性を持つようになった。首都となった唯一の町というわけではないものの、827年にエグバート王はウィンチェスターを彼の王国の主要都市とした。9世紀半ば、聖。 スーイト山はウィンチェスター市境となった。サクソンストリートの計画はアルフレッド大王がレイアウトし、これは今もその痕跡が残っている。十字状に通りを区切るシステムは現在も基本的な都市計画として認められるものである。街は南岸に沿って一連の防御壁とした。アルフレッド大王によって王国の守りとして建てられ、それらはバーフとして知られていた。 旧市街の境界線が今井市の壁のなっている場所で見ることができるが、市の修復において重要な役割を担った。彼は現在の大聖堂の構造すべての責任を負い、オックスフォード大学ニューカレッジと関係の深いパブリックスクールであるウィンチェスターカレッジを1382年に創立した。中世の間、市は羊毛貿易の重要な中心地であったが、 その後緩やかに勢いは衰えていった。11世紀に建設が開始された大聖堂はヨーロッパのゴシック様式大聖堂のうち最も長い、新老と全長を持つイングランド最大級の大聖堂の一つである。12世紀にウィンチェスター大聖堂の聖水山の墓からこの地を通ってカンタベリー大聖堂のトマス・ベケットの墓まで百キロメートルの巡礼路が伸びていった。 ウィンチェスター・グレート・ホール・ウィリアム征服王の知性にノルマン様式の城が建造された。王国ヘンリー三世は1207年にその城で生まれ彼の時代になるとジョン王の知性に荒廃してしまったそのノルマン様式の城を再建した。ヘンリー三世の建てたグレート・ホールの壁に掲げられている見事な円卓はアーサー・王の円卓だと長年考えられていた。 直径5.5メートル、重さ1200キログラムもある巨大な円卓で、アーサー・オーの24人の騎士の名前と、王自身の肖像画が描かれている。ただし円卓は、14世紀になってからの作品だと立証されている。ウィンチェスターには、イギリスの有名女流作家ジェーン・オースティンが晩年を過ごしてた家がある。分別と多感、高慢と偏見、エマなどが書かれたオースティンは、 1817年7月18日に、ウィンチェスターで亡くなり、大聖堂に埋葬された。ロマン派の詩人ジョン・キーイーツは、1819年8月中旬から10月まで、ウィンチェスターに滞在した。キーイツの詩作、イザベラ、セント・アンガス・ズイブ、ラミアは、ウィンチェスターで書かれた。ハイペリオンの没落の一部と、悲劇師、夫を大抵の語説もここで書かれた。トーマス・ハーディの、 ダーバビル家のテスのウィントンスターの街はウィンチェスターをモデルにしていると言われている。ウィンチェスターにはサウスアンプトン大学のウィンチェスター資格芸術キャンパスである。ウィンチェスター大学は2008年に設立された。ありがとうございます。